どうもしるこです。じらいちゃんです。1857です。マルテットです。毒をしゃぶしゃぶしちゃうぞミントスです。箱太郎です。はい、こんにちは。今日は6人でウエストハント、これはねカルテットさんがくっそハマってたゲーム。そんなハマってんだ。いやめちゃおもろいこのゲーム。もうねリピートが止まらなかったっていうね。マジやろうよ、早く。今回もね、保安官とアウトローに分かれて。一応前やった時は、はい、誰が一番うまかったんですか？いや、うまいっていうかもう、カルテットさんが、なんとか保安官でアウトローを見つけたいっていうのが続いて、でも、でも、すぐ発砲しちゃう。すぐ発砲しちゃうもんだから。すぐ発砲しちゃうの？狂ってるやつだったって。だからすぐ引き金を引いてしまう保安官と、一生引き金を引けない18保安官が、対局的に面白かったっていうね。なるほどね。今回もう一人追加されるそうね。そうだね、3対3で今回は。あれのうちなら負けないんだけど。ダメだね。そういうゲームじゃねえんだよな。はい、じゃあ早速ね、チーム分かれてやっていきましょう。カスタマイズ。オッケー。はい。あ、先輩保安官さんたちよろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとね。で、これ最初に能力をね、取れるんで。能力？うんうん。好きな能力を選んで、まあ走れる、あっち側だけだね。そうね。あっち側だけ？走れるのと、始まりました。これコツあるんですか？いやまあ怪しいやつをためらいなく打つことかな。え、それコツなんですか？なんかお客さんからしたらね。あ、待って、見つけた。まあなんか作業してるやつは大体怪しいよ。作業してるやつは。これ特殊能力って何キーで使うんだっけ？シフトじゃないかな。おちょくってくる人。シフト。あえて横通ってきたりとか。ああ。メール届いた。メール届いた。メールをチェックして、そうそうそう。ヒントを得ながら。で、保安官側ね。保安官側は。え？あ、お前。保安官側はずっと。あれ？無実の罪の人やってるけど大丈夫？カルテットさん早速誤射しましたね。だって今見たもんメール、この人。この人メール見た？メール見た人は多分違うかな。アウトロー。そこのさポストって1ってなってるよ。あ、本当だ。いいよ。ナイス。ナイス。で、アウトロー側はね悪さばっかしてる。黄色のタスクばっかやってると。どんどん悪名レベルが溜まってねバレやすくなっちゃうんで、たまに何でもないやつやってなあなあなあ通ってよな。今ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。誰と話してんの？あれ、いや多分これ打っていいのかな。はい、来た魔術の人間。みんなあ、でも大丈夫、まだ3連チャンあるから。そうそうそう、まだいるから。まだ大丈夫。うん。そうだよ。じゃあ、まだいっぱい打てるんだ。休息を取っていた。いや、もうね、あと1人、18くんが3人抜きしないと負けです。まあ、かわいそうだから、ちょっと大胆にいこう。18さん、頼んますよ。そうだね、ちょっとね。あ、スペース押したらマップがこんな大きくなるんや。へえ。悪名レベルすごいね。じゃあもうちょっと悪名レベルどんどん高めていこうかな。すごい。あ、椅子に爆弾庫ってどこだの？ちょっともう、ああもうメール見てらんね。忙しそう。メールもねなんか見に行かんとダメやから。そうなんよね。君怪しいね。おっと？見つけました。見つけました？見つけました。打っちゃいないよ、じゃあ。じゃあ、いいっすか？言っちゃいないよ。お願いします。もう見つけたの？え？お前じゃい！イノセント。無実でした。目の前で。早いよ。ちょっと早いよ。まあ、見つけない気がする俺ら。一回も。最初やから。そうだよ。そうだよ。今までからもそうだよ。すぐ打っちゃうからさ。ああ。なんかごめんな、こっちだかの。保安官じゃないやついるんだけど、むちゃくちゃ俺もう本当に保安官モード課金してスキン持ってんだよ。どの人スキン持ってんの？カルテツさんがスキン持ってるゲームなんて全然ないんだから。唯一スキン買ったゲームだから。マジですか？俺本当にスキン買わないのに。このゲームだけスキン持ってんだから。やばいでしょ。スキンとか初期でよくねって人なのに買っちゃった。アウター水に毒を持ってた。タイトって荷物。え？荷物を盗んでる？水に毒？身に覚えがないですけどね。ねえ。え？俺でも飯食ってたよ今日は。ずっと。飯食ってた。俺も飯食ってるの今。飯食ってたし。昨日はずっと朝まで飲んでたし。どこの店で飲んでたんだ。どこの店で飯食ったんだ。居酒屋。女とイチャついてたってよ。女とイチャついてた。でも30秒前。いやいや。もう俺はじゃない？いや。あ、こんな近くなのに。あ、これは気づいてほしい。もう気づいてほしいまである。なんで気づかないの？ああ、気づかないな。あららららら。味方だった。俺だよ。さよなら。気づかないのかなあれ。いや、今撃たれたらびっくりしちゃうな。びっくりしちゃうな、これ。挑発に乗っちゃダメだよ。オーケー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 、やっぱりね。前回もそうだったね。ポストボード。前回もそうだったね、確かにね。走らせろ、走らせろ。俺を撃とうとしないで。間違えた。間違えて味方をやってた今。急に銃向けられちゃう。でもチームチャットとかあるの？あ。すげえ、これ。あるよ。チームチャット。保安官側はどう？でも必要かな。いやだからヒントを頼りに。お前何やってる？手を止めろ。お前手を止めろ。まあこのミッションって見えるんですか？見えないのか。ミッション、俺たちはミッションは出てるけど、多分保安官側は出てないんじゃない？もうでもすごいよ、悪名レベル。なんかねえ、チェックしてる。これ確かなんかやんないとダメなんよね、この違うやつも。違うタスクもやんないとどんどん悪名レベルが高くて相手の方に通知がガンガンいっちゃうから少し下げたりしないといけないんだけど、多分向こうの人たちはメール見てないから全然大丈夫じゃないかな。なあって言われてますよ。聞かれてますよ。やばえ？無実今の気持ちはカルテツさんどうですか？何が今の気持ちは、誤射した気持ちは。いや慣れてるよね、無実してる。いやお前だな、間違いなく。これは違うだろ。すごい分かったぞ今のは。なぜバレた？今のは見たぞ。なんで分かった？え、明らかに臭かった今のは。勘じゃん、刑事の勘じゃん。ああもう完全に残り2つ残り2つだよ、もう残り2つ。そうだ、これミニマップに表示されるんだ。ちなちゃん全然やってないけどな。どこのヒントなのかっていうのが表示されるんだわ、左下に。あ、そうだ、終わったらだっけ、なんかアウトそういうああね、はいもう何やってんの？やめろ。え？すべてのミッションが終了しました。このゲームむずくないか？やめろ。めっちゃやりたくなんないこれ。そんな悠長にしてたらね、タスクやっちゃいますよ僕たち。早くスタート押してくんない？待ってるけど。待ってる？大丈夫？いやこれ勝つまで終わらない。いやでも唯一ね、唯一当てた人だからね、その人。そうですね。新米保安官なのにもう当てたからね。ちょっと新米先輩ちょっと情けないんじゃない？ちょっといや俺も最後さっき当ててて止まれっつったの、止まれっつったけど止まんなかったの。親父がな伝説の刑事やからな。荷が重いやつじゃなくて七光じゃんただの。自分もうまいと勘違いしてると思うか。2世はダメだやっぱ。しっかりして青い光がでも2世明らかに保安官の見た目してないからな、悪なんだよあいつ。悪魔界の刑事ね。そうもうすごい悪名レベルがもう次から次へと。ゆっくりしなくてもね。大胆だねしるこさん、それはなかなか。いやもう本当に大胆だよ。俺もうガンガンいってるよ。ガンガンタスクやってる。もう次から次へとこなしてるもん今。近くにいない時はね結構いけるよね。いやもう目の前でもやってる。18くるの時は目の前でもやってる。カルテツさんの時は？カルテツさんの時はちょっと様子見てるけど、18くんの時は絶対引き金引かないって分かってるからもう目の前でもやっちゃう。もう完全に目つけてます。ちなみに箱太郎さんは今日は帽子かぶってますか？今日は帽子かぶってますね。これが本当なのか嘘なのか。あ、俺も帽子かぶってるよ。それが分からないからな。白石ちゃんもね帽子。ああ、じゃあこれかな？え？ああ、違った。唯一当たってた人が今の帽子かぶってるかぶってないで確信変わった。ああ、確信変わった今。これのだって今。ちなみに情報が出てくんだよなマジで。ちなみに俺今回。おいずるいぞ情報。ちなみに俺今回変身能力持ってるんで見た目途中から変わっちゃいます。あええずるいやつだ。そうです。だからいくらでも入れます。すぐやんないとダメなんだよ。そうだよそうだよ。もう次会う時には違う見た目になってるからね。めっちゃ怪しい人つけてます。お、今イチャさん見てますじゃあ。え？決めちゃうってこと？イチャさんこれ。誰？うつ。何かしたら本当かな？何かしたら。あれ今あれ？なんかしてる？いやなんか今あいやなんかそれじゃなくて裏のやつがなんかやってる気がした今ちょっと待って。怪しい人見つけた？なんかオレンジの怪しい人いる？前の。バーテンダーに賄賂。やば。バーテンダーに賄賂。え？賄賂？次メール届いたらそこ、あ、もう届いてる。何秒前なの？何秒前？これちょっと遅いからさ、あんまりなんかそれだけを頼りにしててもちょっとかなり近い時間。おお、ナイス！箱太郎！オラオラオラ。すごかった。おお、まだあったかいなこの死体。女とイチャついていた。女とイチャついていた。エボのしゃぶってる方がいる。こいつじゃね？え？追加つけた。すごい目の前でどんどん人が。時代に女とイチャついてたらなんか後ろで撃ってたな。あれ？あれ？毎回僕だけ撃たれるんですけど。なんかバレてんだろうね。早く押せよ。待ってんだよこっちはよ。言ってから気にしろ。言ってからちょっときついなとか空気出してから言う。もうなんでな早く押せよって顔してるから。言葉強い。言葉強い。保安官言葉強いな。保安官だからです。そうだろ。悪人そっち悪人なんだから。頭を下げてくれよ。危険はないのか。ない。危険あるわけない。確かに。どうも頑張りましょうね。今回も頑張りましょうね。あんなポンコツ保安官に撃たれるはずがない。まあいいのか撃つのいいよ。今近くにいるよ。今すぐ近くにいるよ。誰のかわかんねえから怖えんだよマジこれ。誰の近くにいるのかわかんねえから怖い。ちょっと待って、今目の前でテレポートした休息を取っていた。テレポート？休息ってこれどこで取れるんですか？そのスペースを押すとチェック印がつく。ああ、はい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 。これしてたよみたいな。ああ、スペース大事ね。うん。10秒前だからもう相当移動してるか？いや、ガンガンだね、しるこさん。30秒前。ガンガンよ、ガンガン。ガンガン、もう。ガンガンの、ガンガンのギ1時間だけがこう。ぐんぐんよ。ぐんぐん。減減ね。減減よ。ゴンゴンだ。あんなポンコツ保安官たちに捕まるはずがない。こいつやば。おい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 。いいのかそんなに言って。いいよ。お、なんだ。当ててみな。今日はちなみに帽子かぶってます。今日は帽子かぶってます。違います。違うって。向いてみな。違うって。あ、こんなこともしちゃおうかな。見てこないで。こんなこともしちゃおうかな。弾薬を盗んだ。ウイスキー落ちてる。盗み盗み。もう。だってこんなのただ散歩してるだけでね、すぐ勝手に発砲して勝つんだから。いや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 、舐めてもらったら困るよ、今回は。あ、いいよいいよいいよ、その感じ。いいよ。あ、いいね。あ、引けるのかな。引けるのかな。引き金を。引けるかな。女とイチャついてる。いけるかな。俺だ。こいつじゃないのか。いや、イチャさん。多分そいつだ。俺は一生目をつけてる。いけるのかな。18君は引けるのかな。目の前にいるけど、わかるかな。いや、これ目つけてることによってもう何も動けなくさせてるから俺は。え、そうなの？危ね、すげえバグって一生何も動けなくなったかと思った。え、あら、あ、なんか誰かどっかで無実の人のこらえきれなくなっちゃった。こっちは確かに悪いやつかもしんないけど、無実の人はやめたりはしてない。本当にね。このゲーム保安官が一番悪いやつや。毎回頭狙っちゃう。一発で楽にしてやろうなんて思わないもん。いや、こいつ違うっぽいな。いや、こいつだね。やば。なに。このさ、3人のうちにさ、この残された人もちょっと辛いよね。辛いよ。もうだっていけさん、あんた見ますよ。俺だって我慢できねえよ。どこにいんのよ。ああ、全然関係ないところで。なんだよ、このゲーム。からとね。部活に行けよ、このゲーム。右と左だ。保安官が難しいんだよね。俺右と左の2分1で外したんだ。最悪。50% 取れんか。いや、途中多分おそらくシルコさんをずっとフォーカスしてたけどね。あ、してたね。なるほどね。あそこでも 50% だったんだよね。あそこなんか18君とか言ってたけど、ガンガンもうずっと見てたよ。2人がさ、かがんでるシリコさんに標準当ててる。そうだよ。これでもね、お話しするゲームだからね、惑わされちゃいけない。確かに。今回ゲームなの本当にこれ。珍しく保安官と近いな。なんで難しいんだこのゲーム。え、めっちゃ近いな。やばい、これバレるかも。あ、これじゃないか。あ、今すげえ隣。俺の目の前で、俺の足元で、お前。足元。やばいやばいやばい。さすがに。今あなたの後ろにいます。今あなたの後ろにいますよ。やばいやばい。何がとは言えんけど、それはさすがにやばいよ。間抜けな保安官たちの後ろにいますよ。ガッツくわ。こんなに近くにいるのにな。3人がゆえんどこだ。こんなに近くにいるのにな。あらあら、あれ、いいんですか、いいんですか。やっちゃいますよ。毒入れちゃいますよ。そこまで入れちゃったの。毒入れちゃいますよ。コポ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 。ポポコポコポコポ。なんか臭いんで、なんか臭いっすよね。俺が打つ。ああ。いっちゃった。大丈夫ですか？今わかるわかる。でもわかる今。俺はさんの代わりに引き金を引いた。ありがとう。なるほどなるほど。俺が全員処刑するから待っておいて。あれあるからね。3人抜きあるから。その紫の女性怪しかったよね。わかるわかる。わかるよ。そっちの気持ちもわかる。でしょ。え、分かってもらえると思いましたよ。泡だって、あれこれですよ。すごい。あともう一つ今のは。オーケーオーケー。いや今のはね、ちょうどね、ジェイチャーしかいなかった入っていってんの。なにー。ナイス。なにー。勝てるぞこのゲーム。どうした。タコ太郎。どこなんだ。一人でブルブル触れてるじゃないか今。急になんか急に照準が。オーケー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 。ちょっと泳がしてみた。何？泳がされて生きてる気持ちはどうだ、しろこさん。教えてくれよ。すまない。マジか。あの広間でずっと誰に照準を定めるか決めあぐねてんのかなと思ったら。ちなみにどうやって技使うんですか？シフトですね。シフトなんだ。うん。あるあるある。これはやばい。一発いいのいいの。あるわけだしね。うん。これはかなり優位に立ちましたね。あれどれだ。でもね、ハコ太郎はここに来て完全に気配を消したから、こうなった時のハコ太郎は見つかんないっすよ。あれこれハコ太郎じゃない？ハコ太郎帽子かぶってない今回。かぶってます。ああ、かぶってるよね。骨いっぱいついてない。なんか今止まった？ハコ太郎今グランドホテルにいた。度胸がすごいな。グランドホテル。あ、でも20秒前。グランドホテルってどこだ？グランドホテルそこ。あ、ここ。ああ、じゃあ違うの。20秒前。度胸がすごい。度胸すごいね。いや、ここでそれやるっていう肝っ玉座ってますな。でもね、今回ね、カルテットさんがね、マジで打つまで喋らん。打つ時まで喋らん。今、全集中してる。余計な情報を与えることになるから。全集中してるもんな。そんなんあるんや。あ、どうなる？どこだ？どこだ？何だったんだ今のは。手紙が来ない。うん、何だったんだ。全然タスクを進めてないね。いいよ。今。相手はビビってる。いやもう相当ビビってるよこれ。いや今ね、今ハコ太郎はね、違うことをねやろうとしてね、困惑してる。困惑してる？うん。ちょっとね、アクションを起こして。寝てんの。赤く寝転がってんの俺だよ。あ、赤く寝転がってんのが一応さん。赤く寝転がってんのじゃねえわ。その泣いてるの。これだよね。ごちゃしたやつもね。両親の呵責に耐えれてない。え、これってでもさ、時間無限にあるのかな。いや、上にある4分、あと4分なんだ。以内に見つけなきゃいけないの。あと。いや、残りわずか。違うな。こなさなきゃいけないんじゃない？どちらか。こなさなきゃいけない。この。あと2つ。こっち側が。あと2つだって。あと2つ？でも、これ多分まだ未完成のクエストが表示されるから。薬を盗め。納屋の方。下の方に。ああね、そこで貼っておけば必ずそこをやりに来るはず。今盗んでんじゃん俺。でもあれじゃない？もうあれしかなくない？あそこだよね。そう。もうあれだよあれ。もうだってもう臭いわあそこ。薬を盗むともう1個あるでしょ？タスク。ハコ太郎すごく奥まで行くんだね。ハコ太郎どうしたの？そんな裏まで隠れてねえハコ太郎。え、隠れたんだけど。すげえ。え？合ってたのに。合ってたんだ。合ってたやっぱり。どんな見た目でした？なんか白い服着た帽子かぶったやつ。おっと、情報が共有されていく。果たしてその情報が合ってるのか合ってないのかどうなんだい？見た？ちゃんとその姿だった？足取りが。白い服の帽子かぶったやつ。いや、どこでやっつけて。やばい、もう1個。でも、あれ、スキルって1個しかないですよね。スキルは1個しかない。1種類しかないけど、でも、なんか、補充できるんだよね。回復。補充ができる？なんか地面にね、なんかね、お酒みたいなのとか落ちてて、で、拾うと、スキル回復するんだよね。いや楽しくなってきたね。完成できなかったら俺らの勝ち。なあ、ハウトロ打っていいか、もう覚悟いいか。そんなだったっけ？いや違う気がすんだよな。俺？やばい、でも帽子だったよね、帽子。いや頑張れハコ太郎。あ、薬盗んでめてないんだまだ。いや盗めてない。はい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 。ああ、ここで一発盗んでたから。逆にね、盗んでくるやつ全員打ちたくなっちゃうよね。そうだよね。姫さんは姿見てるはずだから。オーケーオーケー、任して。姿変わってないんだ。変わらないはず、多分ワープの。ワープだから、そう。まあでもこっちは別にね、白いタスクやって稼げるから。うまいな。稼げるんだ。悪名レベル下げれるよ。下げたらどうなんですか？通知が行きにくくなる。ヒントレベルが下がるんだったかな。ああね。あれ？下げるの大変じゃないですか、でも。もう時間ないんじゃないの？下げて時間がやばいんじゃないの？まだ全然。まだ全然あるよ。これも普通になったら終わりなんかと思ったわ。正直なんや。でもね、箱太郎一番特定してるの民弁さんなんだよね、今まで。いやね、箱太郎2回当ててるから俺は君の姿を見てるんだぞ。なんだったら今回も唯一迫ったからね、箱太郎に。そうなんだよね、もう姿覚えてるけどね。ほんとまだかい、俺は待ってるよ、ここで。今なら終わられたらどうしようもなくないですか、こっち。絶対逃がさないぞ。いや大丈夫、民兵さん多分ね3秒ぐらい経ったらもう分かんなくなっちゃうから。いや大丈夫、覚えてないよ、意外と覚えてない。おう、じゃあハコトじゃあ前から来てよ。なんか怪しくないそれ？あれハコトロなあ、なんかそうだよな。いやあげたと今覚えてるぞ、さすがにね。全然白い服に帽子じゃねえ。おお、あれで瞬間撃たれたよ今。初めて。絶対これだって。よし。物陰からね怪しげに歩いてきたよね。そう、なんか明らかになんか横に流れていってた。なんかちょっと怪しかった歩き方が。怪しかった。いやー、じじい。初めて勝てた。はい、というわけでついにハルテツさんの悲願達成ということでね。おめでとうございます。いやもう皆さんの初めての保安官勝利が見れた。悔しいよ普通に。悔しいんだ。あんだけ勝ったに悔しいんだ。いやなんかちょっと俺らもどこか負けたい気持ち出てきてたけど、実際負けると悔しいね。悔しいよ。ああ。皆さんもね、よかったら遊んでみてください。また次回の動画を見てください。バイバーイ。またねー。